ご覧の皆様こんにちは。ホステルと申します。ハートレスマンション、続きやっていきましょう。前回生クリームの容器を手に入れて、A子ちゃんの記憶の断片を確認いたしました。で、さらなる手がかりを求めて、このマンション内部を探索していこう。人の部屋の中とかに何かヒントあんのかな？あ、いたずら男の部屋だ。急に敵出てくんのかな、これ。音楽が変わると怪しいみたいなこと。ところどころに書いてあるけど。部屋の中に重要アイテムがあるのか、それとも、前回みたいに、この廊下にあるのか。管理人ヒントくれたりとかしないのかな、次の行く手がかり。SE1 の部屋に銀色の宝箱がありました。一体何が入ってるんでしょうかね。ヒントくれたじゃん。SE1、どういうことだ？あ、サウスウェストとかサウスイーストってなってるってことか。SE1 だから、あ、ここだ。もう開くようになってるってことか。暗号入力せよ。なんだっけこれ、前回。あったよね、なんか4桁のカタカナ。もう忘れたわ。どうしよう、もみあげだっけ、もみあげみたいな感じだったよね。え、ちょっと待って。もみあげ、もみあげじゃないのは分かってんだけど。キャンセルできなかったから思わず入れたわ。網モテね。網モテ、はい。ここに入れるのに、もみあげ消えろよ、お前。消えとろよ。なんで一回キャンセルしたのに、文字が入ったまんまになってんだよ。網モテ。あ、管理人ところどころでヒントくれるんだ。これありがたいね。いちいち全ての部屋を探索しないでいいっていうことだから。詰まったら管理人にヒント聞きに行こう。開いた。開いた。なんだこれ。鍵ですかね。半分に折れたみたいだ。なんか引っ掛けるところがありますね。もしかしたら反対側があるかもしれませんね。鍵の半面を手に入れた。あ、地図、手書きの地図が出てきた。あれ、まあ、もう行けないところとかあるんじゃないの。だってサウスイーストの1でしょ。あ、 E の1ってまだ右に行けるのはさらに、あ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 、うん、来ない来ない来ない、ママ、ママ、怖いよ。うわ、鳥肌だった。管理人。このマンションには誰が何のために作ったのか全く見当のつかない仕掛けがあったりします。例えば絵と花瓶の仕掛けもそうです。ある部屋に並べられている絵と花瓶、全く同じような感じのものが別の部屋にもあるんですよね。あれは何なんでしょうね。絵と花瓶が次のヒントか。これも何かありそうだよね、模造刀の話。ダブル1の4だ、あいつ。この泥棒か。あ、そう、なんかアイテムには罠があるっていうのもなんか書いてあったわ、そういえば、説明書に。ちょっと待って、だけど次どこ行けばいいの？あ、え？鍵の半分。サウスウエスト2の4。地図見てこう。え、ここじゃね？あ、2の4だからここじゃないんだ。2の4。あ、ここが2の3なんだ。もう一つ部屋があるんじゃないの？ここが2の2だよね。
あ、部屋の鍵ってことか。ここが開くってことだ。サウスウエスト 2-4 の鍵ってことね。で、次どこ行きゃいいんだよ。この辺はアイテム売ってるところだから関係ない。お！発見発見。これは、模造刀を手に入れました。あー！お母さん！うわーじゃねえんだよ。ちょっと待って。ちょっとネメシスみたいな声出さないで。あーお母さんあーあはめられた、はめられた、はめられた。あ、ちょっと待って、これ、もう。なんか今、変質者みたいな声出したんだけど。怖かったー。回復しとこうか。星屑乱用して。これは？怪しい光が光っている。触れますか？はい。まだ来たし！あーやー、しまったしまったしまった。なんで主人公の体力が英子ちゃんより減るの早いんだよ。手加減してくれてんのかな、英子ちゃんに対しては。やばいなこれ。あんまり迷いすぎてるとクリアできなくなっちゃいそう。花瓶の数字も気になるんだけどね。この辺りも今調べたら敵出てくんじゃねえの、もしかして。進展ねえわ今回。全然ストーリー進められてないような気がする。どっち行けばいいの今。また泥棒のところに行ったら何かあんのかな。あ、英子が喋った。これは開けるんですか？そうですね。ダメですね。どこにも仕掛けがあるようにも思えないですし。そんな簡単ならとっくに開けてるわ。すいません。まあいい。考えて挑戦することに意味がある。その気持ちを忘れずにな。絆創膏もらった。泥棒のくせにちょっといいこと言った。これ何？あ、これも暖炉なんだ。どこ行きゃいいんだよ。手がかりが全くないよね。あの、いたずら男の部屋だった。あ、ここにもあんじゃん。あー、なんだね、あの、バカじゃねえの。来ないで。いつまで追いかけてくんの、こいつ。うわーじゃねえの、もう。ネメシス。ネメシスだったり、ジョーカーだったり、忙しい男だわ。お、よく見ると花瓶にさんと掘ってある、これ。前調べたじゃねえか、これ。どこかのパスワードなんだけど。他にも絵と花瓶のある部屋はあるのか？あ、ここにもあんじゃん。あ、ここもだけど調べたところだよね。6と書いてあるところ。他は？ここ泥棒の部屋だったよね、確か。で、ここがいたずらの部屋で、もう大体調べたよね。問題は、その数字を入力するところを探さないといけないっていうことなんだけど、どこに行けばいいんでしょうか。あ、ここにもありますね。4364が出てきた、今のところ。あ、ああ、これはあいつじゃねえか。赤い女のヒント。管理人の部屋にも花瓶はないね。もう、問題はその数字をどこで入力すればいいのかってことで、また女出てくんのかな。もう一回踏んでみよっか。出てこないね。これは何？あ、粉置き場のメッセージか。え、マジでどこ行けばいいの？
あ、ここに模造塔置けんじゃねえか。だいぶ、だいぶ駆けずり回ったわ。なんだこれ、模造塔置く。何の音だ。え？あ？どうしたの、英語ちゃん。鍵が落ちてきました。鍵？鍵を手に入れた。はい、鍵。NN2 号室。そこに行ってみようか。一番上だね。では行く。どこだ？ここか？あ、鍵を使ってロックを解除した。イエス！一回セーブして中に入っていこうか。お、いろいろあるね。メモ一つ一つ調べれんのか？私は左の下でございます。あなたの指10本すべてを守りまする。ちょっと何10本すべてを守りまするって。怖いんだけど。それがもう切り落とされるってことかな。左の左です。あなたの黒い瞳ならわかるでしょう。あなたの5本の腕と足をすべて照らしてみせましょう。あなた様の足の指11本ちゃんと照らします。奇形じゃねえか。ちょっと待って、これどういうこと？何かのヒントになってるんだろうけれども。あなたの青い瞳で私を捉えてください。何なんだ？どういうことだ？旅人狙う7人の悪魔。旅人のよ、友のランタンに化ける君の本当のランタンを探せ。旅人は人間、普通の人間。黒いお目目は2つ、手足に2本ずつ、指も5本ずつ。ランタンの精がお手紙書いた人間へ手紙を書きました。悪魔も真似して書きました。書きました。悪魔は悪魔、ランタンじゃない。だから人間のことわからないこといくつかあった。手紙を書いたものと手紙の位置、それは同じような位置に配置されることになったよ。意味わかんねえ。なにこれ。は？は？セーブしといてよかったわ。左の右、あなたの首を2つとも照らして差し上げます。右と左、右の上、場所のことを表してるんだろうけど、あとはどのランタンをつけるかだよね。あ、なるほど、なるほど。悪魔の書いた手紙は、この左の張り紙と、人間の特徴が矛盾してるっていうか。で、悪魔の書いたもの以外を照らせばいいってことだよね。例えば5本の腕と足、って書いてあるから間違いだよね。黒い瞳、左の左、これ正解じゃねえの？これつければいいんじゃねえの？これをつけて、あなたの指10本ってちょっと怪しいよね。首を2つ持って、それも怪しいし、黒い瞳、あ、なんかあんじゃん。鍵の半分、鍵の半面を手に入れた。あ、1個つけるだけで正解ってことだ。あ、これでいけるね。SW2-4。あ、はまった。どうしたんですか？さっき見つけた2つの鍵のやつ、合わせたらうまくはまったんだ。というわけで、SW の鍵になったね。行こうか、SW の4号室。その前に、一回セーブして、このクマなんだろう、調べてみよっか。クマのぬいぐるみが紐のついた絆創膏を持っている。何、紐のついた絆創膏って怖いんだけど、通りますか？はい、いただき。紐が伸びて何かスイッチの入るような音がした。は？何？あ、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 来やがった。びっくりした。今爆発しちゃうんだけど。即死トラップかと思ったわ。いつまで追いかけてくんの？よし、負けた。で、
そうこうしてるうちに SW に着いたんで、ここだったよね。鍵を使ってロックを解除。で、中に入る。断るごとにセーブ。おっと、星屑いただき。正しい数値を入力してください。花瓶の数字のことだよね。で、3と4と6が、発見できたから、まあ、武蔵ってことで。はい、何も起こらない。お疲れ様でした。少しだけ水が入っている。何も入っていない。水がたっぷり入っている。怪しい液体、振りますか？いいえ。多い順に並べ。触るな、危険。触ってみよっか。瓶の中の液体が赤く変色し始めた。おい。うぼわー、管理人助けて。いつまで来んだよ。やばいやばいやばい。ぐるぐる回ろう。管理人に助けを求めよう。痛い。あ、主人公死んだ。主人公死んだ。今のは罠だった。まあ、罠だって分かってたけどね。英子ちゃんよりも主人公が先に力尽きだわ。これは何？水を手に入れた。ありがたい。セーブしとこう。まあ、多い順に並べよっていうことで、各部屋にあった、絵と花瓶ね。の特徴をもう一回調べてきながら、634で一番大きい、634のうちの中から、この水が多いものと特徴を照らし合わせながら、数字を入力していけっていうことね。だけど、もう一回調べに行くのめんどくさいから、適当に入れちゃう。何も起こらないけど。ちょっと待って。あと試してないのが、真ん中6のパターンかな。行ったわ。最後の1回で行った。6分の1。何もないのか。どうしたの？感じる。さっきと同じ感じ。私の知ってる感じが近くに。なんだこいつ。エイコちゃん。エイコちゃんは思い切ったかのように部屋を出て廊下の先に走り出す。歩き出するんです。あっちの方に。あっちの方に。何か。待って。俺も行く。エイコちゃん、急に走らなくても。あ、エレベーターホールに戻ってきてる。これ？え？これは、手紙。この手紙、私知ってる。じゃあ、これも。エイコちゃんが手紙にその指で触れる。また過去の記憶かな。先ほどの生クリームの容器の時と同じように、エイコちゃんがそれに触れた瞬間、俺の視界は真っ暗になる。そしてしばらくすると、別の景色が姿を現す。灰色の世界に前回より少しだけ成長した少女と、ほんの少しだけシワが見え始めた父親の姿。しかしなぜか、少女の表情は暗く、うつむいて何かを考えている様子だった。どうしたんだ、エイコ。どうして？どうしてママは死んじゃったの？なんでみんなのママは普通にいるのに、私のママだけいなくなっちゃったの？どうして？エイコ、それは。どうしてうちはパパしかいないの？反抗期か、こいつ。授業参観の時も、運動会の時も、みんなママと一緒なのに。どうして私にはママがいないの？エイコ、パパは、一人で産んだんだよ。パパじゃダメなのか。パパはママじゃないもん。エイコ。はぁ、あ。男は深いため息をついて仏壇の元へ向かう。自分の妻の写真の元へ。主人公よ、これ他人のプライベート垣間見てんじゃん、これ。そしてオルゴールを手に取りネジを回す。そして仏壇の引き出しから手紙のようなものを取り出した。カヨさん、やっぱり僕じゃダメなのかな。僕はいい父親にはなれないのかな。でも約束したもんね。
僕が諦めてちゃ仕方ないよね。ね、カヨさん。何一人ごと喋ってんだこいつ。男は仏壇の引き立ちの中の手紙を持って少女の部屋へと足を運ぶ。エイコ、寝ちゃったか。少女の返答はない。寝ちゃったかな。男は少女の横とあるベッドのそばに座り込んで静かに一人語り始めた。パパな、すっごく不器用だからうまく言えないんだけど、パパはエイコのことが大好きだ。これだけは忘れないでほしい。エイコがいたずらした時もエイコが失敗した時も、たとえそこで怒ってもパパはエイコが大好きだ。このセリフさ、自分で言ってて恥ずかしいんだけど。パパはせめてエイコに不自由させないようにそう思ってきた。ママがいないこともずっと一緒にいてあげられないこともできるだけどうにかしようとしてきた。くせえはちょっと臭すぎるよねこのセリフ。そしてエイコがちょっとでも幸せならってママと約束までしてエイコのために頑張ってる。そして約束したからエイコが好きなわけじゃない、エイコがパパの娘だから、大事な娘だからパパはエイコが大好きなんだけど、パパは不器用でどんくさいからエイコのこと本当は分かってなかったのかもしれない。不器用って言葉使えばカッコつくと思ってんじゃねえぞカスガ、このカグラちゃんみたいなセリフ言いたくなるわ。ああ、パパ少しずれてるから独りよがりになっちゃってきたのかもしれないね。男は壁際に顔を向け、横たわる少女の頭を優しく撫でる。ごめんな、寂しい思いをさせて。少女は何も言わなかった。もうすでに熟睡状態けれど、心なしか布団をつかむ少女の手が先ほどより強く握られているようにも見えた。視界が光を失い真っ暗な世界になっていく。で戻ってきて目の前にある景色は立ち尽くすエイコちゃんとあのマンションだった。待って、エイコちゃん。思い出して、私パパにずっと謝れてないんだ。いつも親が来る学校の行事の時、一人だけ私だけママがいなくて、他の子のママが羨ましかった。パパは何も悪くないのに、私パパを探さなきゃ。パパがきっとどこかにいる。パパは、パパがいるって、君のお父さんは生きて、ひょっとしてあの隣の部屋の泥棒かな。え、エイコちゃん、ちょっと待ってよ、早くしないと見れなくなるぞ。今度は何？なんだ今の？今何拾った？謎の絵かな？こっち見つめないでください。何これ？怖いんだけど。はい。というわけで変な絵を見たところで今回終了したいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。ではさよなら。